今回初めて質問をさせていただきます。防衛省自衛隊で勤務している際には小野田大臣はじめ、職員の皆さんに大変お世話になりました。改めて感謝申し上げます。日本の安全保障のために、建設的な議論をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。本日は沖縄の基地問題、それと人事施策を中心に、質問をさせていただこうと思いますけれども、まず最初にですね、最近国民の皆様の間でも心配される方が大変増えている、北朝鮮籍とみられる木造船や遺体の漂着、この事案が急増しておりますので、これについてまず質問をさせていただきたいと思います。海上保安庁によろしくお願いいたします。昨日ですね、第一区管区海上保安本部、それから北海道警察ともに現地調査を行ったという報道ございますけれども、この調査で判明した事実関係、まずこれについて教えていただきたいと思います。海上保安庁奥島警備救難部長。お答えいたします。昨日4日でございますけれども、海上保安庁の職員5名が北海道警察の職員とともに松前小島に上陸をいたしまして、調査を実施しております。海上保安庁におきましては、当庁が管理してございます松前小島灯台の被害状況を調査いたしましたが、灯台に電力を供給いたします太陽電池パネル、これの一部が取り外されるといったような状況が確認されております。詳細につきましては引き続き調査中でございますが、これまでのところ灯台の機能に支障は生じておらず、付近航行船舶への影響はございません。井上和典君。ありがとうございました。この急増している背景としてですね、今現在その海上保安庁としてどのように考えておられるか教えていただきたいと思います。海上保安庁奥島部長。お答えをいたします。海上保安庁が確認しております平成25年以降におけます朝鮮半島からのものと思われます漂着あるいは漂流木造船等の件数でございますけれども、これが45件から年間ですね、45件から80件の間で推移をしてございます。昨今委員ご指摘のとおり、日本海沿岸への木造船の漂着といったものが相次いでございますけれども、今年の11月にはこうした漂着あるいは漂流船が28件、12月に入ってからも5件確認されており、例年冬場が多いという傾向でございます。この漂着等の原因でございますけれども、一般論ということで申し上げますならば、これらの木造船が特にこの時期荒天になることが多い日本海の気象海象、こういった影響を受けまして日本海の沿岸に漂流あるいは漂着しているものと考えられるところでございます。井上和典君。先ほど申し上げましたように、国民の間でもですね、大変心配される方々増えておりますので、ぜひ国民の安全安心のためにですね、海上保安庁のみならず、政府全体で、情報収集分析、それから警戒監視にですね、万全を期していただくようよろしくお願いしたいと思います。じゃあ海上保安庁の部長、これで結構です。ありがとうございました。それでは続きまして、沖縄の基地問題について、質問させていただこうと思います。私は平成26年から7月、26年7月からの2年間ですね、沖縄防衛局長として沖縄で勤務しておりました。沖縄に実際に住んでみて、改めて沖縄戦の悲惨さ、それから県民の受けられた犠牲の大きさ、そして米軍占領時代の苦しみ、そして今なお当時の痛みを忘れることができずに生きておられる方が多数
いらっしゃる、そういうことを実感いたしました。一方で米軍も地域住民の方々との信頼関係を構築するために相当努力しており、私も参加させていただきましたけれども、沖縄県中部の嘉手納空軍基地では毎年スペシャルオリンピック、これは沖縄県内の多くの知的障害者がその嘉手納基地に集って、そして徒歩競走やボール投げの競技を行うものでありますけれども、そのスペシャルオリンピックには嘉手納基地の米軍人のほとんどがボランティアで手伝っておられました。競技に参加している本人はもちろんのことですね、ご両親、それからおじいちゃんおばあちゃん一緒になって大変喜んでおられました。まあ、他の米軍基地でも清掃活動とか英語教室、まあ、本当に多くのボランティア活動が行われておりました。報道等には現れない沖縄の実像の一端を直接感じることができたと思っております。さて、最近の厳しい国際情勢を踏まえると、我が国の安全保障において沖縄の戦略的重要性は増すことはあっても減ることはないと思います。米軍が沖縄に安定的に駐留することは日米安保体制を維持するためにも必要不可欠ですけれども、まず地域住民の理解、それから安全安心の確保が重要だというふうに思います。最近米海兵隊の CH-53E ヘリが火災により東村へ緊急着陸した事故や那覇市での飲酒運転死亡事故など立て続けに重大事件事故が発生し、しかも米軍ヘリの事故に関しては日本側への十分な説明がないまま飛行が再開されたというふうに承知しております。米軍の度重なる事件事故、そして事故後の不信を招きかねない米側の対応により日本政府や沖縄県との信頼関係が崩れ、米軍が安定的に駐留できる環境が損なわれているのではと危惧しておりますけれども、大臣のご所見はいかがでしょうか。小野寺防衛大臣。井上委員におかれましては、特に沖縄防衛局長として沖縄の負担軽減に、取り組んでいただいたこと、今でも私、記憶に、残っております。また今回日本の安全保障、そしてまた沖縄の負担軽減のためにも政治の道へと進まれたということを承知をしております。委員のこれからの政治の場でのご活躍をご期待申し上げます。今ご指摘がございました米軍による事件事故、本来はあってはならないものと考えております。これまでも累次にわたり事件事故再発防止と後期粛清の徹底について申し入れております。そのような中、委員ご指摘の CH-53E ヘリの事故や交通死亡事故が発生したことは極めて遺憾であり、米側に対して強い遺憾の意を示し、後期粛清再発防止、さらにはご遺族に対する誠意ある対応について強く申し入れたところであります。先日も私からマティス長官に対して、また安倍総理からトランプ大統領に対して、米海兵隊の CH-53E ヘリコプターの事故を含め米軍の事件事故等に関する地元の懸念に真摯に対応することが重要である旨述べたところであります。防衛省自衛隊としては沖縄県民、ひいては日本国民の米軍に対する信頼が米軍による事件事故によって損なわれることがないよう、これからも米側に対して安全面に最大限配慮するとともに事件事故の再発防止のための実効的な措置を取るよう引き続き働きかけてまいりたいと思っております。井上和典君。ありがとうございました。報道でですね、2008年から2015年の8年間に、在日米軍人、軍属とその家族による犯罪件数が沖縄1県で全国の総数の 47.4% を占めるという、全国知事会内に設置されている米軍基地負担に関する研究会が報告をまとめたという記事がありました。沖縄に私がいた頃ですね、沖縄本土に比べて事件事故が多いのではないかと言われたことがあるんですけども、その点について政府としてはどのように認識されているでしょうか。宮間局長。
お答え申し上げます。ただいま委員ご指摘の全国知事会の研究会による活動報告書において、沖縄県における米軍人、軍属、家族の犯罪検挙件数の割合が、その全国のそうした数の 47.4% であるという数字が示されておることは我々も承知しているところでございます。一方、防衛省が業務上把握して、失礼いたしました。防衛省が把握しております平成25年3月31日現在の米軍人、軍属、家族の人数につきましては、在沖の米軍人、軍属、家族の割合が、日本全土に住んでおります軍人、軍属、家族の割合の 49% ということになっているところでございますから、割合から申しますと、沖縄における米軍人等による事件事故の比率についてですね、一概に申し上げることはできないのではないかと考えております。今大臣からもご答弁しましたように、米軍における事件事故は本来あってはならない。沖縄であっても本土であっても本来あってはならないものでございます。防衛省といたしましては、その防止のためにはまず米側の努力が重要であると認識しておりまして、事件事故の再発防止策が着実に実施されるよう米軍に対して、例えば米軍人軍属による事件事故防止のための協力ワーキングチームなど、さまざまな機会を通じて働きかけてまいりたいと考えているところでございます。井上和則君。いずれにいたしましても、沖縄において米軍が安定して駐留するためには、事件事故をなくさなければならず、そのための抜本的な取り組みが必要だと感じております。本土における米軍基地と沖縄における米軍基地の違い、それは本土では旧軍の基地を引き継いだこともあり、米軍基地と自衛隊基地が共同使用され、基地が同一区域内にある、あるいは隣接している場合が多いということであります。三沢とか横須賀、岩国、佐世保などがその例です。他方で沖縄では米軍の専用地区がほとんどを占め、自衛隊基地と距離的にも離れているという場合が多いということであります。米軍基地と自衛隊基地が隣接していれば、米軍人と自衛官が触れ合い、米軍人が自衛官を通じて日本を理解する、日本での振る舞い方を学ぶ、そういう機会が自然と醸成されるのではないかというふうに私自身は思っています。本年10月31日の朝日新聞に、日本版海兵隊2020年代前半に沖縄へという見出しで、600名程度の水陸機動連隊をキャンプハンセンに配置するという記事が載っておりました。私はこれをさらに進めて、那覇市に所在する第15旅団、そして那覇空港に隣接する陸上自衛隊訓練場も合わせてキャンプハンセンに移転させればいいのではないかというふうに個人的には思っております。これによって先ほど申し上げた米軍人と自衛官が触れ合う機会が増えますし、沖縄全体における基地負担の軽減、そして那覇市を中心とする沖縄県の経済発展にもつながりうるのではないかというふうに考えております。在沖米軍トップのニコルソン中将も、沖縄のすべての基地を対象に自衛隊との共同使用を図るべき旨発言しており、大臣のリーダーシップのもと前向きに検討していただければありがたいと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。小野寺防衛大臣。委員ご指摘のように、共同使用ということは大変重要な考えだと思います。日米の施設区域の共同使用については、今後、充実させるべく、させるべき日米協力分野の一つであると考えており、本年8月の日米2プラス2の、共同発表においても、閣僚は相互運用性及び抑止力を強化し、地元とのより強い関係を構築するとともに、日本の南西諸島におけるものも含め、自衛隊の体制を強化するために、日米両政府が共同使用を促進することを再確認しておりますし、マチス長官との間で、このことについては共通の認識だと、私は感じております。また今、ご指摘の、水陸機動団の3個連隊目については、その設置について、次の中期防にの策定
等の議論を通じて検討していくものであり、現在何らその3個目の編成については決まっておりません。したがってキャンプハンセンへの配備などの具体的な計画はありません。いずれにしても共同使用については現時点では個別具体的な計画は決まっておりませんが、部隊の任務との適合性、地籍の確保、地元との関係等を踏まえて今後幅広く検討を行っていく考えであります。井上和則君。ありがとうございました。沖縄の基地問題については、大胆な発想のもとで、大胆な取り組みが必要だと思いますので、引き続き大臣よろしくお願いしたいと思います。続いて、人事施策について質問をさせていただきます。日本は少子化、人口減少の時代を迎え、自衛官の募集 対象年齢人口は平成6年をピークに減少し、今後10年ごとに約100万人ずつ減少する見込みというふうに聞いております。特に西などの若年層の採用が今後ますます厳しくなると思いますので、西などの若年層の処遇には特段の配慮をする必要があると思いますが、今般の給与改定にあたって具体的にどのような配慮がなされているのか、お聞かせいただきください。よろしくお願いします。武田局長。お答えいたします。本年の人事院勧告に基づく給与改定については、民間の初任給との間に差があることなどを踏まえ、一般職の国家公務員において初任給若年層に重点を置いた報給の引き上げが行われることから、自衛官の報給についても一般職の国家公務員の給与改定に準じて初任給若年層に重点を置いた報給の引き上げを行うこととしております。具体的に申し上げれば、本年の給与改定における自衛官全体の報給の改定率が 0.23%、704円増で、あるところ、自衛官候補生に対する自衛官候補生手当を1000円引き上げるほか、2市は 0.7%、1200円増、1市は 0.64%、1199円増、市長は 0.56%、1115円増となっており、いずれも自衛官全体の報給の改定率と比べて高い水準であり、西などの若年層に重点を置いた給与改定となっているところでございます。井上和則君。自衛官の給与は一般職の国家公務員に準じた改定が行われておりますが、人事院としては民間に同じような業務が存在しない、刑務官、それから海上保安官などの待遇についてはどのような考え方で民間との比較をされているのでしょうか。自衛官の西と同様、体力を必要とするような特殊な職務については人口減少という採用がますます厳しくなる状況を踏まえて、若年層に今後とも特段の配慮をしていく必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。人事院島田給与局次長。お答えいたします。ご指摘のありました刑務官、海上保安官といった職種を含め、公務に優位な人材を確保するとともに、高い士気を持って職務への精励がなされるよう適正な給与を確保することは、国民の安心安全な生活を実現する観点からも重要なものと考えております。一般職の職員の給与に関する法律におきましては、多様な職種に対応するため複数の報給表を定めておりまして、刑務官、海上保安官等に適用される公安職報給表につきましては、それぞれの職務の特殊性を評価して一般の行政事務を行っている職員に適用されます行政職報給表1よりも高い報給月額を設定しております。なお本年の報給表改定では、全報給表におきまして初任給を含め若年層に重点的に引き上げ改定を行ったところでございます。公安職報給表につきましても行政職報給表1との均衡を基本としつつ改定を行っておりまして、有利性が引き続き確保されております。井上和則君。西などの若年層を今後とも安定的に確保していくためにも、民間準拠を基本としている一般職の国家公務員の給与に準じて改定を行うという現在の方法が妥当なのか検討する時期に来ているのではないかというふうに思っております。
平成18年9月に防衛庁長官を委員長として設置された防衛力の人的側面についての抜本的改革に関する検討会、これにおきましては自衛官の階級を反映した独自の俸給表の構築をこれを提言しておりますけれども、これを踏まえた検討を進めていく考えはないでしょうか。武田局長。自衛官の俸給につきましては、昭和25年の警察予備隊発足時から類似する警察官の俸給を基礎に、常時勤務体制などの自衛官の勤務の特殊性を考慮した俸給としており、自衛官の俸給の改定は人事院勧告に基づき民間準拠を基本とする一般職の国家公務員の給与改定に準じて行うことで、その信頼性公正性を確保してきたところでございます。今委員ご指摘の防衛力の人的側面についての抜本的改革に関する検討会報告書につきましては、平成19年6月に防衛省において取りまとめられたものでございますが、この報告書の内容については私ども各種検討を行ってきたところでございます。その中で幹部の年齢構成の見直しや早期退職制度の創設、新たな階級の創設、幹部と総司自衛官の別立て報給表の検討についてはそれぞれ密接に関係するということでパッケージで検討を行ってまいりました。現時点においてはその前提となる高年齢である総からの参院任用、C 幹部と称しておりますが、その廃止でございますとか、上級総長に対する高い給与評価に見合った幹部からの権限の異常などの、いくつかの課題が整理されるに至っておりません。したがって、その実現には現在至ってはおりませんけれども、防衛省といたしましては自衛官は我が国の防衛という崇高な任務に従事しており、自衛官としてふさわしい処遇を確保していくことが重要であると考えておりまして、引き続き自衛官の処遇に関する施策について不断の検討を行って適切な措置を講じてまいりたいと、このように考えております。井上和典君。次に上級総長制度についてお伺いいたします。上級総長とは指揮官の統率に対する補佐、部隊の規律維持などを目的に陸海空の各自衛官に設けられているポスト、自衛隊に設けられているポストであり、私自身はその上級総長等になられる方は指揮権人格とも立派な方が多く、組織にとっての要のポストになってきていると認識しております。上級総長等が組織の要になっているというふうに思っておりますので、職務にふさわしい処遇を行うべきだと考えておりますが、上級総長に対してこれまでどのように処遇してきたか伺いたいと思いますし、それから処遇については今後手当、叙勲等についても配慮が必要だと思いますので、ご検討をよろしくお願いいたします。武田局長。陸海空自衛隊においては優秀なベテランの準尉や総長である自衛官を陸上自衛隊では再選任上級総長または選任上級総長として、海上自衛隊では選任伍長として、航空自衛隊では準総司選任として幕僚幹部や部隊等に配属しておるところでございます。各自衛隊では準総司自衛官または総司自衛官に関わる事項について指揮官の補佐などを行わせることにより部隊等の規律維持や指揮の向上を図っておりまして、委員ご指摘のように非常に重要な役割を担っているものと認識しておるところでございます。選任上級総長等につきましては指揮官が主催する重要な会議への参加や個室での勤務などその職責に応じた待遇を講じております。またこれまで選任上級総長等の処遇を確保するために選任上級総長等であることの自覚と誇りを持たせ、さらなる勤務役の向上を図る観点から本年4月ですが選任上級総長等に対する防衛記念章を新設したところでございます。なお退職後の処遇として一般に選任上級総長等は危険業務従事者叙勲の対象ともなっております。防衛省といたしましては選任上級総長等の処遇については
その職責を適切に評価したものとなるよう、不断の検討を行って適切な措置を講じてまいりたいと考えております。はい、井上和則君。最後になりますけれども、小野寺大臣には、再選任の上級総長等々ですね、懇親を深めていただける機会を設けていただければ、隊員の士気高揚にもつながるというふうに思いますので、合わせてご検討よろしくお願いいたします。以上です。小野寺防衛大臣。私も部隊視察をするたびに、上級総長等の重要さを、認識をしております。これからも部隊視察をする際に直接声を聞くような機会を積極的に設けてまいりたいと思いますし、また各自衛隊においては定期的に主要な部隊等の上級総長等が一堂に会しており、こうした場に出席して意見交換する機会も持っていきたいと思っております。井上和則君、申し合わせの時間です。どうもありがとうございました。